ただいまより京都サンガ FC 2021新体制発表会を始めさせていただきます。私たちが今いますのは我らがホーム亀岡市にありますサンガスタジアムバイ京セラ、そのVIPラウンジにやってきています。今日の1時間ここからお送りしてまいります。司会進行は KBS 京都アナウンサーの梶原誠です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクを着用してお送りしてまいります。どうぞご了承ください。まずはじめに本日の流れご紹介しましょう。第1部は代表取締役社長伊藤と強化育成本部長加藤による2021シーズン経営方針及び強化方針の発表。第2部は今シーズンから指揮を取ります張監督をはじめコーチングスタッフによる新体制の発表。第3部は今シーズン加入の11選手によります新加入選手の発表です。所要時間はおよそ1時間を予定しております。どうぞお楽しみください。では早速第1部を始めます。京都サンガ FC 代表取締役社長伊藤正明と強化育成本部長加藤久志です。よろしくお願いします。まずはじめに代表取締役社長伊藤正明よりご挨拶及び今シーズンの経営方針についてお話しさせていただきます。伊藤社長よろしくお願いします。皆様明けましておめでとうございます。9年中は、コロナウイルス拡大等々いろいろ大変な中でファンサポーターの皆様、そしてスポンサー様、行政の皆様、その他関係します多くの皆様にご支援を賜りまして無事1年を過ごすことができました。改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。本日はただいまご紹介いただきましたように、経営方針2021年どういうふうに私たちは事業を運営していくのか、サッカークラブを運営するのかということ、そして後ほど監督からチーム強化、チーム戦術につきましてお話をさせていただきます。それでは第一部私から先にお話をさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、まずですねサンガの経営理念、これはこれまで同様でございますが、サンガに関係するすべての人々と夢と感動を共有し地域社会の発展に貢献するということでございます。そして2021年の経営の重点項目といたしましては4点掲げさせていただきました。まず何と言いましてもコロナが大変な状況でございます。京都も緊急対策という中で大変な今拡大状況にありますけれども、こうしたコロナ禍の中でまずは安心安全ということを第一義に持ちましてしっかりと事業運営をしてまいりたいというふうに思っております。その上で状況の許す限りお越しいただきます皆様に楽しんでいただくにぎわいのスタジアムを作っていただく、そういう空間を私ども積極的に創出をしてまいりたいとこのように思っております。そして2つ目ですが、チャレンジ精神をクラブの信条としてクラブ員全員が心を一つにしまして J1 昇格を目指してまいりたいとこのように考えております。これはチームだけではなくフロント、私どもフロントも含めましてこれまで継続してやっていたことが本当にそれでいいのか、継続はややもすると対価につながるということもあります。新しいことにチャレンジすることをお互いにたたえ合うようなそうしたクラブを目指して今年1年運営をしてまいりたいとこのように思っております。そして3つ目がスポーツ文化の意識の高揚、そして京都も少子高齢化という状況にある中で未来を担う子どもたちが夢や希望を持ってサンガの試合を見て夢を抱き希望を心に抱きながらという状況をですね、そのことが地域の活性化に結びつくと、少しでも私たちはそういうことに寄与してまいりたいとこのように思っております。そして4つ目ですが、サンガのブランド力を高めるとともに多くのステークホルダーのご支援の下で
経営基盤の強化を図ってまいりたいと思っております。今年 J1 昇格をもちろん目指してまいります。安定して今後も戦っていくためにはさらなる経営基盤の強化ということが必要であると考えております。次のスライドお願いします。そうした中で多くの実は施策を考えておる中で主なものにつきまして少し具体的なものも含めましてご紹介をさせていただきたく存じます。まず1点目ですが、これはやはり徹底した感染予防対策を行います。3密防止を徹底いたします。お客様に安心安全のスタジアムをご提供する。そしてクラブでも感染者ができるだけ出さないようにしながらですね、しっかりとしたプレーができますことを念頭に置きまして安全対策を行ってまいります。2つ目ですが、昨年ですね、本当に素晴らしいスタジアムを作っていただきました。実はこのスタジアムを作る契機作る前にですね、京都府様が実は中心になりましてチーム京都コンソーシアムというのを作っていただきました。でこれは、京都府様が中心で、ホームタウン14の市町そして、サッカー協会と関係の皆様に、お集まり、共感をいただきまして、このチーム京都コンソーシアムというのを立ち上げました。でこれはサンガを応援いただくことが地域の発展に結びつくということで2019年に発足をいたしましたけれども昨年コロナで満足な活動ができませんでした。これを今年まあコロナの状況によりますけれども皆さんでサンガを盛り上げていただくことがまさに地域の発展に貢献するということでそれを推進をしてまいりたいとこのように思っております。京都市様が中心で動いていただきます。それから3つ目が企業のサポートによる子どもたちをスタジアムに招待する夢パス事業であります。先ほど申しましたように子どもたちの夢を育むこのことを私たちは大変重要に思っております。サンガのサッカーに触れることで子どもたちがの夢を育み希望に胸を膨らませていただくでそういう子どもたちを増やしたいと思っております。その子どもたちを企業スポンサーを募らせていただきましてスポンサーの後押しを持ちまして試合に子どもたちをご招待させていただくというのが夢パス事業であります。開幕からスタートできるかは分かりませんけれどもこうした事業をしっかりとして子どもたちの夢に応えていきたいとこのように思っておるところであります。そして次がこのスタジアムはですねご承知の通り亀岡の駅前もうすぐでございます。私は日本一のスタジアムだとこのように思っております。で駅前には亀北さんが広場という命名をいただきまして去年は残念ながらいろんなイベントができませんでしたけれども今年はコロナの状況を許す限りですねそういうところに広場にご家族やご友人またサッカーを見に来ていただいた皆様に試合前にですねその広場を利用していただいて盛り上がっていただく楽しんでいただく空間を作っていきたいとこのように思っています。そして次が昨年ですねファン感謝デーなどのサービスが実はできませんでした。本当に皆さんには申し訳なく思っております。今年ですねこのサービスをできるだけ拡大をしてファンクラブお入りの皆様またファンの皆様にいろいろ私どもからも感謝の思いをお伝えしてまいりたいと思いますが具体的にはですね実は今日発表させていただきますけれども来る2月の14日に当スタジアムで、J リーグクラブをお招きをいたしまして公開試合のご招待を去年そして今年ファンクラブにご入会の方を対象にご招待をさせていただくそしてスポンサー様にもお声掛けいただき限定でですねご招待をさせていただきたいとこのように思っています。その他にもいろいろイベントをさせていきたいとこのように思っております。
それから次に、先日発表させていただきましたが、昨年までキャプテンを務めていただいた、キャプテンを務めていただきました安藤選手に、この度ブランドアンバサダーということでご就任をいただきました。ブランドイメージ向上、そしてファン層の拡大を図ってまいりたいと思っております。地域社会やファンとのインターフェースを担っていただきまして、サンガの魅力の輪を広めてほしいと、このような期待をしておるところでございます。そして次がコロナ禍で大変厳しい状況でありますが、サンガの事業に共感いただけるスポンサー様をぜひお力を借り増やしてまいりたいと、このように思っておる次第でございます。サンガはトップチームの活動や育成普及という子どもたちを育成する、サッカーの面白さをお伝えするというような場面もたくさんありますし、また地域社会との触れ合いなどもいろいろございます。昨年はコロナでなかなかできませんでしたが、今年状況を見てこのようなことも積極的に行いまして、スポンサー様にもご共感いただきたいと、このように思っている次第でございます。そして最後8つ目ですけれども、サンガはチャレンジ精神、闘争心にあふれ、人としても育っていく、人として育っていくクラブを目指していきたいと、このように思っています。そのためにはトップと育成部門の連携が重要というふうに考えまして、昨年10月すでに発表させていただいてますけれども、加藤久志強化育成本部長にご就任いただきまして、そのような体制を組んでまいります。一過性のいわゆる勝った負けたの刹那的なものではなくて、今後ベースとしてそういう闘争心にあふれ、チャレンジ精神にあふれる、そういうクラブ作りをしていきたいと、このような思いでございます。以上が今年、他にもございますが、主な施策として発表させていただきました。最後に、今年のクラブスローガンでございます。これは、一心であります。一つの心、みんな一つにということが、副題とついてますが、一心、選手、スタッフ、フロントおよびそして、ファン、サポーターの皆様を、などすべて関係する人がですね、心を一つにして J1 昇格という目標に向かって突き進んでいくという思いを込めて、このスローガンを作らせていただきました。これは、素晴らしい、申し出で、こう表現させていただいております。これはですね、毎年お世話になっております大変高名な、書道家であられます庄周先生に、今年もご揮ごういただいた、書でございます。これをもってクラブ全体のですね、クラブ一丸となって今年戦うための一つの、スローガン、標語として、取り組んでまいりたいと、このように思っております。以上でございます。私から以上でございます。続きまして加藤本部長からお話をさせていただきます。どうぞ本年もよろしくお願い申します。ありがとうございました。伊藤社長でした。YouTube ライブで配信しておりますが、もうすでに1200人を超える方が今ご覧いただいております。そしてチャットもいただいてますので、そのチャットでこの記者会見の模様を盛り上げていただければと思います。先ほど伊藤社長からも紹介ありました。続いては強化育成本部長の加藤久志よりご挨拶を呼び、今シーズンの強化方針についてお話しさせていただきます。加藤さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました加藤です。10年ぶりに昨年10月に戻ってまいりました。本当に皆様と再会できたことを大変嬉しく、また光栄に思っております。それでは私の方から強化育成のところの基本的な方針をご説明させていただきます。で、ここに書いてありますように、トップチームからアカデミー、言葉で言いますと育成部、普及部、育成普及まで、
まあ、サッカーの世界はピラミッド型を形成しているという中で、トップ、まあ、強化、育成、普及とある中で、まあ、それぞれにスタッフがおりますし、それぞれに指導する対象が違いますけれども、その中でやはり同じ気持ち、同じ精神的なベースを持って、まあ、働くということが非常に大事だというふうに思っています。で、その精神的なベースとなる考え方っていうのは、まあ、もちろんクラブの最終的な勝利っていうのはトップチームの成果でありますし、もっと言えばクラブが本当に成功している姿っていうのは理念の実現と、サンガを応援してくれる人たちが皆夢と感動を共有して地域も活性化しているっていう姿がクラブの最終的なゴールであろうというふうに思いますが、そこで一番大事なポイントとなるのはやはり結果を求める前にプロセスというものをしっかり見つめて、毎日毎日足元のことをしっかりやっていくと、これに尽きるというふうに考えております。で、まあ、ここに土神拳という言葉を使いましたけれども、これは巨頭さんが FC を立ち上げた稲森和夫京セラ名誉会長のよく使われる言葉ですけれども、まさに毎日のやるべきことに真剣じゃなくて土神拳に向き合えるかどうか、これが非常に大事なことだというふうに思ってますし、これをベースにあらゆるスタッフが仕事をしているという姿がクラブ全体に求められることでありますし、成功のための、まあ、唯一の方程式ではないかというふうに思っております。次お願いいたします。これをもう少し簡単に説明しますと、周到なプロセスとありますけども、もちろん目標は立てます。しかしその年間の目標はこうですよとか、そういうことは簡単ですけども、それを一旦忘れて、まあ、プロセスに全力を尽くしてたら、いつの間にかその成果が達成できてたというぐらいもう夢中になってやると、そういうことを全体がやっていくべきだろうというふうに思ってます。それから次に全体最適の視点と、これはそれぞれ普及育成トップと分かれてますけども、まあ、指導する対象が違うだけで、それぞれにみんなプロフェッショナルであると。ですからトップチームだけがひな壇に上がっているような気持ちになるということは、サンガではないと。トップチームのスタッフも普及のスタッフに敬意を払い、普及のスタッフもトップチームの方から学んでいくと、こういう姿が望ましいというふうに思っております。それから先ほど伊藤社長が述べられましたけれども、やはり現場だけでは物事を成功させることはできません。フロントの皆さんとの、まあ、一体感、クラブスローガンというものを現場が本当に理解してやることが大事で、フロントとの調和ということはまさに言葉で言えば一心ということだろうと思いますし、それが現場のスタッフ全てに共通する気持ちであれば、
必ずことはうまく運ぶというふうに思っております。はい、次お願いいたします。で、もうすでに説明してきましたけども、アカデミー、普及の現場ではやはりサッカーとの出会い、スポーツとの出会いという場です。ここでやはり皆さんにスポーツやサッカーというものに関心を持っていただくというだけではなくて、サンガというクラブにも関心を持っていただくということをみんながやっていくと、時にはトップのスタッフが普及の現場に顔を出すとか、あるいは選手が訪問するということも考えてまいりたいというふうに思います。でアカデミーの中でも、育成といわれる部分はサンガの最大の強みであるというふうに思います。スカラーアスリートプロジェクトっていうのはありますけども、これは日本の J クラブの中でもトップクラスの仕組み、システムだというふうに思います。この強みを生かしていくっていうことがサンガが成功する、強くなる最も大事なポイントだと思ってます。で、次世代のタレントっていうのを作っていく、そういう中で一番大事にしたいことはやはり選手としての成功っていうのは人間性の向上をなくしてはありえないと、人として大事なことをしっかり学んでいくということをここで植え付けていきたいというふうに思います。で最後になりますけども、トップチームの強化、これはやはりクラブの価値観、そういうものとトップの来られる監督コーチはじめスタッフと選手とクラブの価値観が食い違っては、これはうまくいくはずがありません。やはり我々の掲げる一心という言葉に最後集約されると思いますけど、こういうものに共鳴して、現場の仕事をやっていただける、そういう人をまず採用すると、もちろんその中にはやはり勝ち負けをしっかりつかめるということが大前提になりますけども、価値観、もっと言えば人生観、さらには現場で言えばサッカー観というようなものを共有できる人を採用していくということが一番の基本であるというふうに思います。今回、新たに張監督が就任していただきましたけども、張監督を慕うスタッフも、そして選手も、そして昨年からサンガを支えてくれた選手たちも、新たにその価値観のもとに強いチームを作っていくということが皆さんに対する恩返しだというふうに思っております。本当に現場だけではなくてクラブのフロントの皆さんとも一緒になって、応援してくださるファンサポーターの皆様、それからスポンサー企業の皆様に恩返ししていきたいと思いますので、今年もどうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。以上、加藤強化育成本部長から今年の方針について語っていただきました。YouTube のチャット見てますと、加藤さんが10年ぶりということで、10年経っても老けないなというそんなチャットも入っておりました。ここまで第1部は伊藤社長の経営方針と、そして加藤育成強化部長の強化育成本部長の育成方針、そのあたりを伺ってまいりました。以上で第1部を終了させていただきます。お二人ありがとうございました。それでは第2部の準備が整いますので、今年の新ユニフォームを紹介したいと思います。一緒に PR してくれるのは安藤純ブランドアンバサダーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速ユニフォーム持っていただいてますが、はい、その前に
去年をもって引退されまして、はい、今日が初めて公の場と思うので、はい、ぜひ見てらっしゃる皆さんに、はい、改めてメッセージをお願いできますでしょうか。はい、昨年まで、選手として、京都サンガでプレーさせていただいてました安藤潤です。今年から、京都サンガ FC ブランドアンバサダーとして、京都サンガの、価値を上げれるように、僕だけじゃなく皆さんと一緒に、京都サンガの価値を上げれるような、そんな活動をしていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まだまだこう安藤潤選手って言いそうになるんですけど、はい、よく言われます、ね。はい、安藤潤ブランドアンバサダー、このブランドアンバサダーってどんな仕事なんでしょうか。まあ、先ほど、社長の方が、社長からも、おっしゃってましたが、京都サンガのブランドイメージを向上させることが目的として、はい、まあ、行政であったり、地域の方であったり、サポーターの方であったり、またこうファンの方と、一緒にこう京都サンガを盛り上げていく、ファンを増やしていくような、はい、そんな活動ができたらなと思っています。実は今日の会場も安藤さんも準備されたり椅子運んだりされてましたよね。そうですね、昨日この会場を準備させていただきました。はい、じゃあこう外へ出ていくだけじゃなくて、そういう裏方のスタッフももちろんです。はい、サンガのためになるなら頑張ります。結構人使い荒いですね。いや全然そんなことないですよ。はい、喜んでやってます。はい、そうですか。さて、今持っていただいている新しいユニフォームですけれども、このユニフォームの印象いかがでしょうか。これはもうめちゃめちゃかっこいいなと思ってるんですよね。うん、本当に正直着たかったです。あ、そうですね。はい、このユニフォームなんですが、今シーズンのユニフォーム、プーマのオーダーシステムからレトログラフィックモデルをベースに採用したものです。クラブ創設時の90年代を連想させる幾何学的なグラデーショングラフィックを現代風にアップデートしています。クラブカラーのパープルを基調に熱いプレーを連想させるレッドを組み合わせ、力強い肩のプーマラインでピッチ上での躍動感を表現します。じゃあちょっと後ろの方も見せていただいてよろしいですかね。はい、ね、はあ、こんな感じになっております。まあ、皆さんの期待をこの背中に背負うということになるんですが、非常にこの幾何学模様もなかなか斬新だなという感じもしますけど。はい、まあ、スタジアムで選手が来てこれでプレーしたらすごくこうなんか躍動感とか、まあ、こう威圧感見ててすごく受けるのかなと思って、すごい目立つようなデザインかなと思います。うん、これまでもユニフォーム素晴らしかったですけど、うん、何かこうさらに熱を感じますよね、赤が入ったことで。そうですね、小村伝統の紫とその情熱の赤、うん、本当に今年の調査のスタイルにぴったり合うんじゃないかと思います。はい、ぜひこのユニフォーム、もちろん選手はもちろんなんですが、サポーターの皆さんも、ね、着用していただけますよね。そうですね、本当にこうこのユニフォームで、スタジアムを埋め尽くすような、はい、そんなことをイメージしたらすごくワクワクしますよね。はい、ぜひ、皆さんもこのユニフォーム、新しいユニフォームを着用してサンガを応援してください。では安藤潤ブランドアンバサダーからお知らせです。はい、現在、サンガオリジナルハンガーがもらえる先行予約販売をしています。京都サンガオフィシャルサイトにぜひ、お越しください。このスタジア、このユニフォームを着て皆さん、選手たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。安藤潤ブランドアンバサダーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お待たせしました。今シーズントップチームを率いる張奇瑞新監督、新たに今シーズン加入しました5名の今シーズンのコーチングスタッフの皆さんによる第2部をスタートさせていただきます。まずはじめに強化部長の山地森彦より今シーズンのコーチングスタッフの紹介をさせていただきます。山地強化部長、よろしくお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。強化部長を早めしている山地です。今シーズンもよろしくお願いいたします。また昨シーズン、コロナ禍の中、数多くのサポートをいただきまして、この場を借りて感謝申し上げさせていただきます。2021、目標達成のために、心一つにして京都サンガ FC に進んでいきたいと思っています。その中で、新しい指導体制で今シーズンスタートしたいと考えております。その中で、今日は、監督以下コーチ陣とともに心一つにして志を持ってやきたいと思っております。よろしくお願いいたします。まず監督の張奇瑞監督をご紹介させていただきます。張監督お願いします。京都が躍進できるように全力尽くして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ヘッドコーチを務めていただきます長澤コーチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、杉山コーチ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして若宮コーチ、石川コーチ、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。では若宮コーチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後になりますが西方フィジカルコーチ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山地教科部長、ありがとうございました。それではお一人ずつご挨拶をしていただきます。まずは張喜捷新監督です。どうぞ中央のマイクのところまでお進みください。今年度から京都サンガの監督になります張です。まずはじめに一昨年、全チームの湘南ベルマーレで私自身が引き起こしてしまったハラスメント行為について被害者の皆様やその他関係者の皆様に多大な迷惑をかけたと思ってますので、この場をお借りして謝罪したいと思います。その時期から約1年半プロの現場を離れ、さまざまな研修を受け今ここに立たせてもらってますけども、ここ京都は僕自身が生まれた町で52年前生まれて下鴨神社の横で生まれたんですけど、その時にずっとサッカーにエネルギーをもらいサッカーに育ててもらったと思う自分がこういった素晴らしいスタジアムの中で新シーズンを迎えられることに非常に心を躍らされています。京都は世界中でも日本の中で有名な都市で、やはり今はコロナ禍の中で観光客の皆さんも数が相当減っているというふうに聞いてますけども、そういった町の持っているポテンシャルや、京都の皆さんの、持っているそういう情熱みたいなものを結集し、見に来てくれた人が、たくさん、感動し涙を流し一緒に喜んでもらえるようなそういった情熱的なチームを作り上げたいと思っています。そのために今いる選手とここにいる素晴らしく集まってくれたスタッフと一緒に全員で一つの目標に向かって戦っていきたいと思います。それで現場としましては、これで見えますかね、大丈夫ですかね。今年、ハント3、要はこのぐらいで大丈夫ですか。勝ち点3を待つんじゃなくて、今日選手にも伝えたんですけど、勝ち点3を、まあ、直訳すると借りに行くっていうか奪いに行くっていうか、自分たちから全てのものを得ていくようなチームにしていきたい。ここのハイインテンシティだったりとか、アルティメイトだったりとかニューボーンだったり、まあ、それこそそれは名詞だったり形容詞だったり当て字なんですけども、とにかく新しいチャレンジを恐れずタフに、本当に一つ一つのことを突き詰めて究極に勝ち点3にこだわる。しかしそこにはさっき社長と加藤から話ありましたけれども、選手の成長を妨げず選手の成長を応援するというスタンスを忘れず、我々がここにいる選手たちをみんなハッピーにできるように、もしそれはきれい事かもしれないですけど、そういうことを目指して純粋に勝負に対してサッカーに対して向き合っていきたいと思います。こういうサッカー専用スタジアムで、少しでもそういう瞬間が皆さんに見せられるように本当に、一生懸命頑張っておりますので、ぜひちょっとコロナ禍の中でサポーターの皆さんと直接触れ合える機会がないのは残念ですけども、14日こけら落としといいますか、初の公開試合がありますので、それも含めて楽しみにしてもらえればと思います。1年間応援よろしくお願いします。張喜捷新監督でした。こうやって監督そしてコーチからお話を伺っておりますので、チャットやまたいいねのボタンも押していただきますようよろしくお願いいたします。続いて長澤哲ヘッドコーチです。よろしくお願いいたします。今年から、コーチに就任します、長澤です。よろしくお願いします。もう私の役割は、監督を、サポートし、
チームをサポートすることに徹するので、まあ、あのビハインドチームと言うんですけど、あの前面から後ろから支える、ね、チームをあのしっかりと指揮を取って、チームの勝利につなげるとともに、選手の成長を、しっかりと、支えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。長澤哲ヘッドコーチは2018年まで4年間岡山の監督を務められました。続いてコーチの杉山浩一さんです。コーチの杉山浩一と申します。張監督が先日、チームのみんなに失敗とは、ミスをすることではなくて、挑戦しないことが失敗なんだよという話を、してくれました。僕はコーチとして、選手がたくさん挑戦できるような、そして我々スタッフ陣も、しっかり挑戦できるような、そんな雰囲気を作れるようなところに、全力で取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。杉山コーチは2017年に秋田 J3 優勝も経験されています。監督として経験しています。続いて石川隆二コーチです。こんにちは。今年、コーチを務めさせていただきます石川と申します。よろしくお願いします。京都サンガ FC のため、チームのため、選手のため、スタッフのために自分の持てる力をすべて出したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。2015年から2017年は湘南でトップチームのコーチも務められています。続いて若宮直道コーチです。こんにちは。コーチの若宮です。監督、コーチングスタッフ、選手と、結束して、力を発揮して京都の皆さんと、歓喜の瞬間を迎えられるように、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。若宮コーチは岡山でトップコーチとして、トップチームのコーチとして長澤ヘッドコーチを支えられた時代があります。続いてフィジカルコーチ西形弘和さんです。こんにちは。今シーズンフィジカルコーチを務めさせていただきます西形と申します。僕の役割は、特にあの先ほどのハント3の一つのハイインテンシティの、部分、非常に、その部分重要になると思うので、そこの部分を、選手に、常にどういう状況でも出せるような体作り、コンディション作りを、サポートしていくことなので、それを、まあ、今シーズンできたらなと思ってます。よろしくお願いします。西形コーチは2013年まで湘南のフィジカルコーチも務められています。皆さんから一言伺いました。ではここからは監督に伺います。張監督よろしくお願いします。まず三河の監督を引き受けられた理由というのを教えていただいてよろしいですか。まああの、ここは先ほど言いましたけど僕の生まれ故郷でもあります。ただそんなノスタルジーで引き受けたわけではなくて、このチームには、町も選手たちもクラブも非常に大きなポテンシャルがあると思ってますし、そのポテンシャルを引き出してここにいるスタッフと選手と一緒に大きな喜びを得たいなっていうふうに思って、それができるんじゃないかと思って今ここに座っていると認識してもらえればと思います。本当に自分自身は楽しみでしかないですし、そういうところを、まあ、感覚的に感じたこともありますし、そういうふうに実際思ってるってことが引き受けた理由といえばそうだと思います。はい。選手補強のポイントどんなところに置かれたんでしょうか。いやもうあのクラブの方とも、何回かお話ししましたけど、あの補強する選手が、今の選手が足りないから変わるというよりは、このチームのハント3のテーマのもとに毎日切磋琢磨できる選手たちでいるってことが条件なんで、その中で仲間をリスペクトして毎日いい競争をして、サンガスタジアムで戦うんじゃなくてサンガタウンで毎日戦った選手が代表してここでプレーするっていうような循環を作るために、そういった選手に来てもらったっていうふうに僕自身は認識してるんで、
去年までいる選手と新しい選手がそういったいいところを出し合って融合すれば必ずいいチームになるんじゃないかというふうに思ってます。最後に今シーズンの具体的な目標ズバリお願いします。いや、やっぱりこれだけのスタジアムでプレーできるので、それはアウェーに行ってもそうなんですけど、90分プラスアディショナルタイムの間一瞬も息ができないぐらい攻守が目まぐるしい展開に試合を持っていきたい。その中で選手が全力出し切ったって試合を何試合もやりたいなって個人的に思ってるんで、先ほど加藤の方から話がありましたけど、その積み重ねが我々が目指す頂点、それはまだ見えないかもしれないですけど、まだ見えない景色を見せるために、選手にそれを見てもらうために僕らが頑張っていかなきゃいけないと思ってるんで、目標というのはあえてここで口に出すというよりも日々の積み重ねこそがその目標に近づけるようになるって僕自身は信じてます。いや、今まで見たことがない、京都のサポーターが見たことない景色も期待していいですか？そうですね、そこに近づく努力だけは約束できると思います。はい、ありがとうございました。非常に短い時間になりましたが、以上をもちまして第2部を終了いたします。第3部です。お待たせしました。今シーズン新加入の11選手の入場です。福島選手、木村選手、松田選手、竹富選手、中川選手、永井選手、武田選手、荻原選手、中野選手、三沢選手、白井選手、以上の11名の選手と張喜寿監督です。皆さんよろしくお願いします。それではご着席ください。では初めに強化部長の山地より選手の紹介をさせていただきます。再び登壇させていただきます山地でございます。よろしくお願いいたします。まずはじめに今回の補強については、先ほど張監督からお話があった通り、張監督および長澤コーチなどいろいろキャッチボールをさせていただきながら、今いる選手と新しく入ってくる選手がどう融合していくかとか、いろいろなことも含めて縦横斜めでいろいろ検討して、最終的に監督にも了解をいただきながらクラブとして決定していった経緯があるということだけをまずお伝えさせていただきます。で、私の方から簡単に選手のこういうところが良かったということで、来ていただいた、集っていただけたということをさせて話させていただきながら、最終的には選手たちがここで登壇して自分のプロフィールを言うという形にさせていただきたいと思います。まず福島選手、私自身彼は長くプレーを見てます。キーパーの個人的な技術はさることながら、現代サッカーでは非常に足元も大切な状況の中で、足元の技術、特に左足のキックは素晴らしいものを持っている選手だと思っています。このクラブに来ていただいて本当に感謝したいと思います。頑張ってください、お願いします。次は白井選手になります。お願いします。白井選手は張監督の中の教え子の一人になると思います。右サイド、左サイド、どちらもドリブル突破ができて、サッカー界の中で一番大きな突破ということを具現化できる素晴らしい選手だと思っています。応援よろしくお願いします。じゃあ天馬選手お願いします。天馬選手はもうご承知の通り、ダイナモですね。攻守にわたってアグレッシブに、張さんのサッカーを具現化する選手の一人として、素晴らしいエネルギーもあるし、運動量もある、インテンシティも高い選手だと思ってますので、これはもうピッチで彼が表現してくれると思いますので、楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。こっち行くんだよね。三沢選手ですね。三沢選手お願いします。で、三沢選手は、昨年 J3 で大活躍した選手です。で、私も埼玉なもんですから、彼も埼玉でちょっと知ってるんですけれども、子供の頃から非常に技術が高いテクニシャンだっていうのは聞いていました。その中で攻めることに対してのアイディア、クリエイティブさを持った選手なので、逆に今度 J2 の舞台で実力というか、やるぞというか、その素晴らしいプレーを見せていただきたいと思ってますので、非常に期待している選手です。よろしく応援お願いいたします。小原拓也選手、彼は浦和レッズからのレンタルでの期限付きの加入になりますけれども、スピードとドリブルと左足のキックは素晴らしいものを持っています。そういうものが本当にその張監督のと京都サンガで
発揮できれば本当にもっともっと上に行ける選手だと考えておりますので、彼のドリブルと左足の正確なキック期待していただけ、たまに外行っちゃうときあるんですけど、あのそこはあのちょっとごめん、申し訳ない、ありがとう、応援してください、よろしくお願いします、はい、次、永井一馬選手です。永井一馬選手、昨年強化指定選手で、関大から、加入していただいてまして、このピッチでもすでにプレーしています。あのディフェンスとしての能力とプラスあのフィードにすごい、特徴のある選手で、素晴らしいフィードをできる選手だと思ってますので、早くプロの、試合に慣れて、我々の大きな戦力になってもらいたいなと思ってますので、頑張っていただきたいと思うのでよろしくお願いいたします。でこっち行くね、竹富選手、竹富選手は私も、少し一緒にプレー、一緒に仕事する機会があります。で攻めることに関してのアイディアとか、技術とか、人が真似できないようなちょっとした面白いプレーをする、独特というか天性のあるような選手だと思ってます。あの本当に、やっぱりゴールを求めるものがサッカーなので、そういう中で、彼の特徴である、今申し上げたような特徴のあるプレーをどんどん発揮して、サンガスタジアムで活躍してもらいたいと思ってます。そういう関係、そういうこともありまして、本当加入してもらったって経緯です。よろしくお願いいたします。はい、ケータ、はい、中野ケータです。先ほど社長加藤さんからもお話しあった通り、我々の中の育成の出身者で今年昇格しました。まだまだもちろん若い選手ですので、足りないこともあるかもしれません。彼の左足のシュート、ちょっと強引かもしれませんけど、素晴らしいシュートの持ち主です。そういうところを磨きをかけて、やっぱりストロングな武器をどんどん磨いてもらえたら、私としても嬉しいなと思ってますので、頑張ってください。よろしくお願いします。木村選手、お願いします。木村選手は、ですね、先ほどお話があった長澤哲監督が FC 東京で指導した選手です。でその中で私も昨年のリーグ戦 J1 の試合を見させていただきました。あのやっぱり大柄で、やっぱりこれから成長して成長してアンダー19の代表でも代表を勝ち取っていただいて、やっぱり日本のサッカーを牽引するような選手に成長してもらうためにここに来てもらったと思ってますので、あの、いろんな面でも吸収して頑張っていただいております。よろしくお願いします。で武田選手、武田選手につきましては、昨年湘南で、甲府でプレーしてました。で14番つけて独特のリズム出す選手だなと思ってました。で左足から長短のパスも出して、甲府でここでやってちょっと苦戦したんですけれども、独特のプレイヤーだなっていうふうに意識してました。その中で長澤哲コーチとのコミュニケーションの中で彼が教えてたみたいな話になって、でうちの中盤にとっては一つの長いボールを蹴るというのは大きな武器だよねっていうこともありまして、監督ともいろいろ話をしながらなんとか獲得してきていただいて、こちらでプレーしてくれるものになりました。なのでそういうちょっと我々とは違うリズムの中での京都サンガの新しいエッセンスになってもらえばいいなと思って加入していただきました。以上になります。よろしくお願いします。でヒロとか中川選手です。湘南ベルマーレから来ていただきました。よくベニヤの方では J リーグ1位身長がちょっと低めだよということが出たりするんですけれども、そういうことを逆にプラスに変えるアイディアと考える力のサッカーと、からいろんな要素の中での運動量とか、いろんなことでこの中で勝ち取ってきた選手だなっていう印象をずっと見て感じてました。今回こういう機会に恵まれて彼が加入してくれたのは非常に嬉しいですし、我々に今までなかったようなものをまた導いてくれると思って期待してますので、よろしくお願いいたします。長々と私が思って獲得した選手の獲得した経緯というか特徴を申し上げてもらいさせていただきましたが、実際にこれから選手が一人一人あの抱負を述べると思いますので、あのそちらの方があの的確な部分もあると思いますので、あの選手にバトンを渡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。山地強化部長、ありがとうございました。それではこれから選手から挨拶および抱負を一言ずつお願いいたします。背番号順にお願いします。まずは浦和レッズから加入のゴールキーパー、背番号1番福島春樹選手です。はじめまして、浦和レッズから加入します、ゴールキーパーの福島春樹です。新しいチャレンジをこの京都サンガ FC でできることを大変嬉しく思っています。僕のプレーの特徴としては左足のキックと、シュートストップです。
攻撃では最初の一歩、守備では最後の砦となれるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ゴールキーパー背番号1番、福島春樹選手でした。続いて FC 東京から加入、ディフェンダー背番号3番、木村誠二選手。はじめまして、FC 東京から来ました木村誠二です。自分の持てる力を全部出して、京都サンガの勝利のために貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。ベルマーレ、湘南ベルマーレから加入のミッドフィルダー背番号4番、松田天馬選手。はじめまして、湘南ベルマーレから来ました松田天馬です。皆さんの心を動かすようなプレーをします。ぜひ一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。浦和レッズから加入、ミッドフィルダー背番号7番、竹富康介選手。浦和から来ました竹富です。皆さんを熱くさせられるように、スタジアムにまた戻ってきたいと思ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。湘南ベルマーレから加入、ミッドフィルダー背番号14番、中川博人選手。はじめまして、中川博人です。この場で申し訳ないですが挨拶させてもらいます。この身長で、多くのサポーターを感動させられるように頑張ります。よろしくお願いします。関西大学から加入しました、ディフェンダー背番号15番、永井和馬選手。関西大学から加入します、永井和馬です。チームのために全力で戦って J1 昇格したいと思います。よろしくお願いします。ファジアーノ岡山から加入、ミッドフィルダー背番号16番、武田翔平選手。ファジアーノ岡山から来ました武田翔平です。京都サンガ FC のために全力を尽くします。よろしくお願いします。浦和レッズから移籍、ディフェンダー背番号17番、荻原拓也選手。浦和から期限付きで加入することになりました荻原拓也です。J1 に昇格するという強い意志を持ってここに来ました。自分の強みである攻撃的なプレーを、ファンサポーターに、いち早く見せれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。京都サンガ FC U18 から昇格、ミッドフィルダー背番号25番、中野啓太選手。ユースから昇格しました中野啓太です。自分の左足のシュートでこのスタジオを盛り上げられるように頑張ります。よろしくお願いします。ガイナーレ鳥取から加入、ミッドフィルダー背番号33番、三沢直人選手。はじめまして、ガイナーレ鳥取から来ました三沢直人です。自分の持ってる力を 100% 出してチームの勝利に貢献したいと思います。応援よろしくお願いします。北海道コンサドーレ札幌より加入、ディフェンダー背番号41番、白井康介選手。北海道コンサドーレ札幌から来ました白井康介です。僕の特徴は対人プレーだったり運動量、スプリントと、まあ、能力を前面に出したプレーが得意なので、そういうプレーでスタジアムを沸かせられたらと思います。よろしくお願いします。以上11選手に一言ずついただきました。それでは私の方から一言二言質問させていただきます。背番号順にまずはゴールキーパー1番の福島選手、J1、J3 では出場あるんですが J2 初挑戦ということになるんですが、このあたりいかがでしょうか。そうですね、新しいそのカテゴリーでプレーすることにすごいワクワクしているので早くプレーしたいなとは思います。ファン、サポーターにどんな風に呼んでほしいですか。そうですね、普通に春樹って呼んでもらえれば嬉しいです。春樹ですね、はい、で京都の街、サンガの印象はいかがでしょう。
っぱりその京都っていうのは、まあ、監督が最初のミーティングで話したように、まあ、東京の次に日本を代表する都市だと思ってるので、まあ、美しい世界遺産だったりいろんなものがある中でやっぱり京都サンガをみんなで盛り上げていきたいなと思っています。移籍してきて初めてプロになって1番をつけますが、この辺りいかがでしょうか。そうですね、やっぱり1番っていうのはチームの中ですごい重要な番号だと思ってるので、まあ、そういった中で自分のプレーで自分色に染めれたらなとは思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてディフェンダー3番の木村誠二選手に伺います。木村選手はまず自分の特徴を見てほしいところ、どんなところでしょうか。はい、僕はやっぱ身長が高い方ではあるので、それを生かした競り合いだとか、あとゴール前の対人の守備っていう部分は、まあ、去年かなりやり込んで得意な部分でもあるので、そこを見ていただきたいなと思います。そしてなんていうふうにファン、サポーターには呼んでほしいですか。もう普通に下の名前で誠二と呼んでいただければ嬉しいです。誠二ですね、はい。京都サンガの川崎颯太選手がライバルとして木村選手の名前を挙げてましたか。いや、違うポジションなんで僕はなんかそういうふうに思ったことはないですけど、まあ、あの代表の方で何回か一緒にやって、うん、まあ、仲もいいですし、まあ、一緒に切磋琢磨していけたらなと思ってます。初めての関西ですよね、そのあたりどうですか。あの関西は、まあ、その標準語よりもなんていうんですかね、ちょっと当たりが強いというかそういうイメージがあるんですけどまあ僕自身結構それも慣れてきて、まあ、普通に会話もできるし、なんなら関東圏よりも結構気さくな方が多いのでコミュニケーション取りやすくて、はい、まあ、初めての関西にしては今のところうまくいってるかなと思います。関西楽しんでください、京都楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてミッドフィルダー4番の松田天馬選手です。改めて自分の特徴を教えてください。戦う姿だったり、縦横無尽に走れるところだと思います。そしてファン、サポーターにはどんな風に呼んでほしいですか。天馬でお願いします。天馬ですね、はい。そして1月8日にはプライベートですが入籍を果たされました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。移籍して初めての移籍で結婚して初めてのこの京都ということですが、はい、そのあたりどうでしょうか。あんまり変わらないんですけど、なんていうんですかね、責任感持って頑張りたいと思います、はい。あと背番号4番ですが、はい、これについてはどうでしょう。秋番だったのと、でも4番もいいなと思ったんで、京都さんがでは4番は天馬って思ってもらえるように頑張っていきたいと思います。素直なお答えありがとうございました、はい。そしてあの今日はねマスクついてるの残念なんですが、非常に笑顔が素敵だと広報の人たちが言ってました。いや全然、あ、まあ営業スマイルとか言われるんですけど、はい、そういうのは。じゃあ勝った時の勝利の笑顔も楽しみにします、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。頑張ります。続いて背番号7番竹富康介選手です。まずご自身の特徴を改めてお願いします。まあ、本当にハードにだと思う、ハードワークだと思うので、攻撃もハードにポジション取り続けるだったり、まあ、ゴールに向かっていくことだと思うので、まあ、守備も本当に、まあ、続けてハードにやっていきたいなと思います。ファンからはどんな風に呼んでほしいですか。まあ、タケって呼ばれることが選手間でも多いので、はい、タケでお願いします。タケですね、はいはい。そしてまあ松田選手とか他の選手もそうなんですが、張喜寿監督の下でのプレーになりますがいかがでしょうか。そうですね、本当に楽しみなので、あとは本当にスタジアムに皆さん来てもらって、戦う姿を見てもらえたらいいなと思います。張喜寿監督の下でやる楽しみってどんなところですか。まあ、スタジアムが一体となる雰囲気になれるので、そうですね、はい、楽しいと思います翔監督も笑ってらっしゃいますが松田選手もそうですし竹富選手も J1 のチームからあえて J2 のチームでプレーされますが、そのあたりの覚悟は
そうですね、あんまり自分としては J1 だったり J2 だったりっていうなんか境目っていうのはなくて、本当に自分がやりたいところだったり自分を必要としてくれるところでプレーすることに、まあ、喜びだったり、やりがいだったりっていうのを感じれると思うので、本当に今は京都で J1 昇格 J2 優勝を目指して頑張っていきたいなと思います。力強い言葉ありがとうございます。はい、続いて14番中川大翔選手です。中川選手のご自身の特徴を見てほしいプレー、まあ、身長のお話しされましたけれども、はい、身長何センチでいらっしゃるんですか？身長は155センチです。うん、でプレーの特徴を改めてお願いします。まあ、この155センチでやれることとやれないことがあると思うんですけど、まずやれないことを、まあ、一生懸命やる。でやれることはもっと、チームの力になれるようなことをやれればいいかなと思ってます。ファンサポーターからはどんなふうに呼んでほしいですか？まあ、チームの人にはヒルトって呼ばれているので、ヒルトって呼んでもらえたら嬉しいです。そして背番号ですが、先ほど松田選手は秋番って言ってましたけど、14番。はい、これ3年連続つけることになりますよね。ああ、そうですね。湘南時代から、はい。はい。こだわりなんですか？いや、こだわりは特には、はい、ですけど。いい番号だと思ったんで、こだわりあるかなと思ったんですけど。まあでも去年中川くんがつけてたので、僕も今年は中川で、去年の中川くんを超えれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。そして背番号15番永井和馬選手です。永井選手は自分の特徴見てほしいプレーどんなところですか？僕は、ポジションはセンターバック、サイドバックなんですけど、足元の技術であったり、前線へのフィード、あと対人能力のところを見ていただきたいです。みんなからどういうふうに呼ばれてるんでしょうか？僕は和馬って呼ばれてます、下の名前で。じゃあサポーターからもカズマという声援でよろしいでしょうか？はい、呼んでいただきたいです。去年3月のこのスタジアムでプレーしましたが、そのスタジアムの印象を教えてください。僕はこのスタジアムで、ファンサポーターの方々が入った中で、プレーしたのは1試合だったんですけど、短い時間でしたけど、その中でもやっぱり、まあ、プロの世界で、やっぱこのスタジアムで戦えることの喜びっていうのを味わったんで、今年はさらに試合に出れるように頑張りたいと思います。そしてスペシャルな質問が私のところに来まして、ちょっと伺いたいんですが、はい、1月16日が張キジェ監督の誕生日でした。はい、その誕生日に永井選手からプレゼントが贈られたということなんですが、はい、どんなプレゼントが贈られたんでしょうか？一発芸の方させていただきました。それをちょっと今時間がないんですがやっていただいてよろしいでしょうか？皆さん拍手お願いします。中央の方で。長監督からやめろということですが、このプレッシャーにいきます。誰だ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 連打。ありがとうございました。シュートの連打、そして守備の連打を期待したいと思います。ありがとうございます。この勇気が素晴らしいですよね。この空気を変えてくれました。そして続いてがミッドフィーダー16番の武田翔平選手です。武田選手はご自身の特徴どんなところと思ってらっしゃいますか？僕の特徴は左足のパスだったり、チームのために走るハードワークだったりです。ファンサポーターからはどんな風に呼んでほしいですか？翔平って呼んでください。京都という街の印象いかがでしょうか？京都は街もそうですけど、やっぱり去年このスタジアムに来て、あるチームですけど試合をして素晴らしいスタジアムだなと思いましたし、またここでプレーできるチャンスがあるというのは嬉しいですし、ここでいいプレーをしてファンサポーターの方にたくさん喜んでもらえるように頑張りたいなと思います。2018年まで長澤ヘッドコーチの下で岡山の監督と選手としてプレーされましたが、甲府行ってさらにここは良くなったというところはどんなところですか？やっぱりテスさんの時にその自分の特徴である走るっていうハードワークするっていう部分はすごい伸ばしていただきましたし、それを去年甲府でゲームの中で少しずつ発揮できるようになったので、今年はさらにいろんな部分で成長できるように頑張りたいと思います。前所属が甲府で、甲府の広報の方からちょっとメッセージいただきまして、非常にイケメンだと、性格もいい、ちょっと今日はね、マスクされているのではっきりとは分からないんですが、京都で着物を着て歩いてほしい、そんなモデルもやってほしいということですが、興味はありますでしょうか？はい、
来る、そういう話が来れば頑張ります。はい、ぜひ、京都の着物業界の皆さん、武田選手を覚えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではディフェンダー17番の荻原拓也選手です。荻原選手の特徴をご自身で改めてお願いします。左足のキック、サイドでのスピードに乗った突破力、攻撃的な部分ですね。ファン、サポーターからはどんな風に呼んでほしいですか。まあ、チーム内では荻、とか、荻、が多いんで、荻とか、何でもいいです。荻というのがまず第一候補ということですが、去年はキャリアハイの24試合プレーされました。去年自信つけたこと、あるいは今年さらにどうしたいか、数字などの目標あれば教えてください。そうですね、別にまあ僕自身あんまキャリアハイだと思ってないんで、まあもっともっと試合に出たいと思ってましたし、まあ今年は、まあ、点に絡むような、仕事をしていきたいなと思ってます。ありがとうございました。はい、短いな、なんかもうちょっとやっていただきたい。短いな、なんか言いたいことあればぜひこの機会に。まあそうですね、まあ頑張ります。ありがとうございます。ないのかみたいな感じになりますけど、なんか特技とかあるんですか、好きな食べ物とか。そうですね、まあ特技はモノマネ。今竹富選手がここ来てやれということでした。ではお願いします。じゃあ声出るか分かんないですけど、一光さんで。おお、それではやっていただきましょう。荻原選手の一光さんです。幻。ありがとうございます。J1 昇格は現実にしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。盛り上げていただきました。続いて京都サンガ FC U18 からの昇格、中野啓太選手です。さあ、プロのサンガのユニフォームを着ることになりましたが、着心地はいかがですか。ずっと、憧れていて、ジュニアユースから入らせてもらった時から憧れていてユニフォームだったので、まあ、まだ実感はないですけど、すごく嬉しい気持ちです。どんなプレーでストロングポイントで勝負したいですか。やっぱり左足のシュートとかスルーパスとかドリブルでこうゴールに直結するようなプレーが特徴だと思っているので、そこを存分に出していけたらいいかなと思ってます。1月16日から、張監督の練習始まりましたが、今日が本格始動ということですが、どうですか張監督の練習は。すごくハードです。どうですか、そのハードな練習を超えてどんな風な自分が1年後には見えてますか。まあ走ることだったり、っていうのは守備のところだったりっていうのは自分の課題だなっていうのは自分で感じていて、でそのプロ1年目の年で長期で監督 に教えていただけるっていうことはすごく縁だなと思うので、 G さんのもとで成長していきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてミッドフィルダー33番の三沢直人選手です。三沢選手、改めて自分の特徴をお願いします。キック精度だったり、あとゴール前でのアイデアです。ファン、サポーターからはどんな風に呼ばれたいですか。三沢直人選手は直人で、はい、大丈夫です。で個人昇格で、まあ、J2 に挑戦するということになりましたが、 J2 に上がってきてここを見てほしい、あるいはここは自信がある、ここを出していきたいというプレーとかありましたら教えてください。やっぱ特徴であるキックだったり、まあそのゴール前でのアイデアはちょっと他の人とはちょっと違うアイデアを出せると思うので、そういうところは見てもらいたいです。キャリア見てますと専修大学出身ということですが、はいはい、専修大の先輩多いですね。はい、多いです。目の前の福島さんもそうですが、はい、そのあたりはどうですか、心強いんでしょうか、それともやりにくいなという気持ちがあるのか。はい、心強いです。ちょっと今下向きましたけど。今回相談とかされたんですか、大学の先輩とか通じて。あ、してないですね。はい、まあ、そんな中で、まあ、J2、まあ、サンガは J1 昇格、さらに長期時監督の言葉を借りますとその上ということですが、ご自身の挑戦としてはこの2021年、どんな数字を残したい、どんな、まあ、爪痕を残したい、そんなふうに思ってらっしゃるでしょうか。
まずは、まあ、試合に出ることが大事だと思うので、チーム内で戦ってスタメンを取ることですね、はい、楽しみにします。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました、ミッドフィルダー41番白井康介選手。白井選手は特徴をおっしゃっていただきましたけども、サポーターからはどんな風に呼んでもらいたいと思っていらっしゃいますか。康介でお願いします。康介、はい、そして白井選手も J1 から J2 の京都でプレーという選択をされました。このあたりのお気持ち聞かせてください。まあ、個人的に新しいことにチャレンジをしたくてこのチームに来ました。どんなチャレンジをしたいですか。まあ、ずっとウィングバックのあるポジションをやってて、まあ、それ以外のポジションも自分の中でできるようになりたいなと思って来ました。京都という場所はどんな印象を持っていらっしゃいますか。やっぱまあ観光のって感じですね、はい、そうですか、はい、あのご自身は愛媛時代に J リーグ初ゴールを京都の西京極京都戦で決められたというデータがありますが、はい、あのいただきましたゴールその辺は印象はあんまりないですか。京都っていうか、まあ、そのゴールはすごい自分の中では人生が変わるようなゴールだったんで、本当に、まあ、そういうご縁か、どのご縁か分かんないですけど、はい、ありがたいです。今回来させていただいて。いや、今年のサンガの命運も変えてください。頑張ります。ありがとうございました。以上、選手11選手に伺いましたが、張監督からも一言、あのいろいろね、一発ゲームをやってもらったり、選手の特徴ご自身で話してもらったりしましたけれども、選手を見てどんな印象なのかっていうのをちょっと改めて教えていただいてよろしいでしょうか。マイクのスタンバイをさせていただきます。はい、今日集まっている一人一人の選手ですか。あの全体的な印象でもいいですし、まあ、今あのそれぞれの選手が話しましたけど、まあ、今感じてる、今日ここに来てる選手はそれぞれ思いを持って、今あの去年から所属してる選手も同じだと思いますけど、新鮮で、向上心あふれる状態で今やってやろうという気持ちになってるんですけど、それが日が経つごとにそういうのが薄れていかないように自分がマネジメントしっかりしていかなきゃいけないなと思ってますし、何より彼らは良さがあってプロになったわけで、J1 にいたり J2 にいたり J3 にいたり大学から来たりユースから上がったりしますけど、その良さっていうのを常に忘れないで、サポーターの皆さんに、背番号を覚えてもらうというよりは彼らの顔で背番号を思い浮かべるようなそういった選手になってもらいたいなと思ってます。あの本当に期待してますんで、一緒に頑張っていきたいです。はい、ありがとうございます。張監督にはそのまま、お待ちいただいて、これからのサンガの情報をお伝えします。京都サンガ FC は1月26日から沖縄キャンプを実施します。2月28日にアウェーで J2 リーグの開幕を迎えます。そして今シーズンのホーム開幕戦は3月7日日曜日、サンガスタジアム by 京セラで松本山が FC と対戦いたします。さあ、いよいよ、戦いが今シーズン始まる、始動したわけですけれども、ファンサポーターに向けて張喜寿監督からメッセージをよろしくお願いします。いよいよ、あと、一月ちょっとで、J2 のリーグが開幕します。京都も非常事態宣言が出て非常に生活するそのものもストレスがかかる毎日ありますが、我々が見せるフットボールで本当に皆さんが少しでも元気になれるように、また、スタジアムに来れる人も来れない人も京都サンガのサッカーは今年は面白いねって言ってみようというようなサッカーを全員で作っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。張喜寿監督の力強い言葉を持ちまして、2021年京都サンガ FC 新体制発表会を終了させていただきます。ご覧いただきありがとうございました。